おはようございます。今回はピンのフィッティングボルト 2.0 を見事ゲットした小澤さんに来ていただきました。お願いします。お願いします。小澤さんのことを少し紹介したいと思います。小澤さんはプラチナゴルフ、そうです、はい、インドアスクールですね、ゴルフスクールをやられてるんです、ね、そうです、はいはい、リンゴルフのコンペに出場された時は、はい、アマチュアでしたよね。そうです、そうです、そうですよね、はい、そうです、そうです、アマチュアです。それがなんと、はい、この数ヶ月でプロになられたということを聞きました、はい、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。すごいですね。プロテストはフィリピンで、はい、そうです、そうです、フィリピンで受けられたそうなんですが、はいはい、なぜこうフィリピンというところを選んだんですか。まあ、ちょっとそれ父親の関係で、まあ、プロテスト、まあ、私もそのスタジオをやってるにあたって、まあ、お前もライセンス持っといた方がいいぞと、で、まあ、たまたまフィリピンにでテストを受ける、まあ、今日本で研修生やってる子たちを連れて行くから一枠空いてるからお前も一緒に来いと、はいはい、じゃあ行こうかなというノリで、ノリで、はい、決めて行ったら、はい、まあ、運良くというか、すごい、たまたま、すごいですね。それはどういったあのテスト内容になるんですか。テスト内容は、まあ、あの日本のテストと基本は同じなんですけど、うん、まあ、ストロークスで決まるテストで4日間競技で、まあ、決められたスコア以内で上がれると、まあ、日本と違う点は筆記とかが基本的にないので、お、実技、まあ、あくまでも実技オンリーです、はい、スコア打数を見事クリアして、クリアして、はい、合格と、合格しました、なんとか、はい、すごいですね。やっぱかなり練習はされたんです。練習しました、はい。なので今はあの小澤さんではなく小澤プロと今回呼ばせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ではパターフィッティングに入りたいと思いますので、ピンの宮村さんお呼びして、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。距離感、方向性は割と出せるんですけど、はい、距離感がもう本当にグリーンの、まあ、もちろんそのリープによってすごく変わるんですけど、はい、だいぶそれがズレがありますか。あります、はい、パンチが入っちゃう時もあれば打ち切れない時もあり、ショートの日はずっと1日ショートですし、はい、オーバーの日は必ずオーバーです。オーバーですか、はい、形はピン型の方が好きですか。ピン型が僕は好きです。そうですか、はい、長さって何インチぐらいを使ってるとかって33ですね。33、はい、意外と短めですね。そう、短めなんです。はい、一応まず長さからお調べしているので、はいはい、こちら立っていただいて、はい、このぐらいにあったらいいなとかで押して縮めていただいていいですか。これぐらいですか。そのぐらいですか、はい、じゃあこれで一回固定をしてみますね、はい、はい、これで何球かストロークをまずしていただいて、はい、長い短い確認をしてみてください。うまい。もうちょっと短くしたいとか、もうちょっと長くしたいとか、ちょっと短くしたいですね。したいですか、はいはい、じゃあちょっと短くしましょうか、はいはい、これ先ほどのより半インチ短くしましたので、はい、確認をお願いします。その方がいい、いいですか、はい、まだ短くします、それともこのぐらいにしときますか。これでいいです。そのぐらいでいいですか、はい、はい、かしこまりました。今見ていただくと33、34、35なので36インチになります。はい、だいぶだいぶ違いますね、はい、3インチってだいぶ違うか、相当違いますね。でもなんかそんなに長く感じない。そうですね、でお店に置いてあるのがだいたい34インチが主流なので、はいはい、こういうのが逆に皆さん合わないと勝手に思ってるだけで、はい、実際好きに選べますって言ったら選ぶ方多かったりはします。はい、次に、はい、計測器を使って、はい、野田さんがどういう風なストロークをしてるか測りますので、はいはい、ちなみにパターフィッティングをやったことありますか。ないです、初めてです。こういうやつはちょっと知り合いで、はい、使ってる人間がいて、はい、やったことはあるんですけど、このフィッティングっていうかがっつりは、はい、やったことないですか、まあ、はい、かしこまりました。
これ今度5球3、4メーターぐらいのパッティングを打っていただきます。はい。で平均測りますので、はい、こちらまで打ち方を変えずに、はい、最後5回ストロークをお願いいたします。はい、全部入るって。これ今何を測ってたかというと、はい、まずフェースの開閉角度 2.4 度っていうのがあります、はい、これがストローク中にトップの位置からインパクトのフェースどのぐらいこうやって閉じてくるか測ってました、はい、でその度合いによってストロークタイプって3つに分かれます、はい、で 2.4 度なのでストレートこの動きをしてますよということになります、はい、今開閉がない。そうですね。でただどれがいい悪いではないので、うん、ピンのパッターってここにいっぱいあるんですけど、シールがシャフト貼ってあります、はい、青色のシールを選ぶと同じ動きしてくれますよということになります、うん、はい。今度はストロークのテンポです。どのぐらいのスピードでこう打ってますかっていうことになるんですけども、はい、これが 2.2 って書いてあります。そうするとややゆっくりめには入ってきます、うん、でこれは何を目安にするかというと、ヘッドの大きさだったり重さの目安にします、うん、ゆっくり打つ方は大きめとか重めがいいんじゃないですかっていうのが出てきます、うん、で逆に速い方は小さめだったり軽めがいいんじゃないですかっていうのが出てくるので、うん、今回この中が合うんじゃないのっていうのが出てくるんですけども、はい、まあ、この辺も含めていろいろと探していきたいと思います、はいはいはい、青いラベルのモデルでも、はい、ヘッドの大きさが大きいの中くらい、はい、まあ、小ぶりなものがあります、はい、で大きいものはブレが少ないので直進性が高いです、はい、オートマチックに打てるようなイメージになります、はいはい、で逆に小ぶりなものは小回りが効きますと自分の手の感覚でこうやって打っていけます、うんはい、中間です、はい、まあ、形の好みと特性を把握した上でどの辺を試してみたいですかっていうのがまずあります、うん、はい、じゃこれを一番こっち行きますか、はい、はい、じゃあここから試してみましょう、はい、シダクラブが全部34インチなので、はい、少し短いと思います、はい、はい、うん、でもさっきのなんかパターンの方がすごい合ってる感じですね、はいはい、短そうだなって感じが背も高いので、はい、でお持ちのはこれよりもまた1インチ短いので、はいはい、どうですか慣れてて、うん、結構、はい、球筋の強さとかも全部一定にはなってきてたかなと思います、はい、距離感ってどうやって出すイメージになりますか。振り幅になります、それとも距離感は、はい、手の感覚でこのぐらいだろうっていうのにしますか。基本は、はい、振り幅です。僕はなるべく本当にインパクトで調整したくないので、はい、なんですけど多分無意識のうちにバックスイングが小さいと多分インパクト強めたり、はい、したくないんですけど多分出ちゃってるのかな、出ちゃってるです。と、まあ、大きいものの方が、まあ、振り幅で振っていきやすくはなるかな、はい、逆に小振りにするとその感覚は反映されてくるので、うんうん、消したいとか振り幅で打っていきたいというのであれば重くしたりとか、はいはい、大きくした方が、はい、それは出しやすいかなとは思います、うんうん、機能的には、はい、いわゆるピン型みたいのでも、はい、そういうタイプでも重くすることはできるんですか。できます。こちらで見てもらうと大体、まあ、アンサーが一般的なんですけど、はいはい、ごめんなさい、ちっちゃくて 350g なんですよ、はい、で今次打ってもらうこのブレードの型のやつはクッシンといって360なんですね、はい、重くしてブレなくするっていうのもあります。うーん、はい、こっちもじゃあ打ってみましょうか、はいはい、
全部いいんですけど、はい、悪くはなかったですね。全部いいんですか、はい、結果としては、はい、大きくしていただいた方がショートはしないのかなと思います。ショートはしない、はいはい、で逆にこういうものにするとちょっとジャストタッチで届くような感じかなっていうのはお見受けしました、うんうん、はい、傾向としては、はい、ショートの方が多い感じします。はい、もう一回こっちを、はい、打感の好みとかありますか？打感はでもこれよりは良かったですか？良かったですね、はい、ちなみにこれがあのシグマ G シリーズっていうこの3つがですね、はいはい、でこれはアルミのインサートの後ろにペバックスってエラストマンが入ってますから打感柔らかめになります。うん、はい、でその真ん中のこれがボルト 2.0 って削り出しなので打感は今お使いのスコッティさんに近いと思います。はい、で結構しっかりめにこれような感じになります、うん、はい、見た目の好みはどれがいいですか？見た目はこれかな、はい、であれば、まあ、今お使いの、はい、このピン型っていうのはストロークタイプがセミアーク、はい、この真ん中のやつなので、はい、それを合わせてあげるだけでもまた全然変わってきますから、はい、そこまでゴッと大きくしなくてもいいのかなとは思います。はい、じゃあ、はい、これこちらにしましょうか。はい、はい、失礼しました、ね、ここでまた選ぶことがありまして、はいはい、仕上げが3つあるんですよ、はい、今プラチナム仕上げです、シルバーです、はい、プロのステルスもあれば、はい、カッパー仕上げっていうのもあるんですけども、はい、黒ですかね。じゃあ黒いヘッドのステルスにしましょうか、はいはい、3つのヘッドの重量もお選びいただけます、はいはい、今打っていただいたのは 360g のヘッドだったんですね、はい、で 15g ずつ軽くするか重くするかっていうのを選べるんですけども、はい、さらに選べる、選べます。じゃあ重くしたい、重くしましょうか、はいはい、15g 変わるとどのぐらい変わるかっていうのを今体感いただきます、はい、この重さの感覚が、はい、はい、この上変わります、うん、重すぎて振りにくいっていう人もいれば、うん、重すぎて、重くて振りやすいって方もいらっしゃいます、うん、こっちの方がいいかも、はい、重い方がいいですか、はい、じゃあ重くしましょうか、はい、かしこまりました。モデルが決まりましたので、はい、雷角とロフトお決めします、はい、実は先ほど5球打っていただいた時に測ってました。ここですね、雷角、はい、インパクトの時に69度にしてくださいねってあります、はい、で標準の雷角って70度の黒ブラックなので、はい、今インパクトの時どうなってるかっていうと極端にやりますね、はい、先がこういう風に浮いてますよ、はい、ということになります。そうすると、はい、スイートスポット広く使えないので、はいはいはい、打点ブレによってまちまちになってしまったり、はい、こうなったりしますから、うん、これを一度フラットにして地面と平行にしましょうねっていうのがあります、うんうんうん、あの長さ、あの打ち方の場合ですね、はいはい、雷角は一度フラットのレッドっていうものになります。ここです、はいはい、で次がですねシャフトの傾きです。インパクトの時に手がどこにあるか測ってました、はいはい、前方に 1.2 度って書いてあります、まあ、どちらかというとハンドファーストに当たってますよっていうのが出てきます、うん、はいはい、するとこの上から2段目の手が前方に 1.1 度から3度の中に入ってきます、はい、とロフト標準って3度なんですけども、はい、ハンドファーストに当たるのでロフトがこう立ってしまうんですね、うんうん、なのであればこれ1度最初から寝かせといてあげれば適正なロフト角で当たって綺麗な回転かけられますよ、はい、ということになります、はい、なので打ち方が悪いとは言ってないです。こうするともっと良くなりますよ、うん、ということになりますので、はい、ロフトを1度寝かすような感じになります、うん、分かりました。ここまで大丈夫ですか？はい、大丈夫です、はい、グリップの太さになります、はい、ちょっと細いから太くしたいとか、いやこのぐらいでいいとか、はい、オーソドックスな方で、オーソドックスな方でよろしいですか、はい、かしこまりました。握り心地は一緒なんですけど、はい、ここのピンの色、はい、カラーリング3つあります、はいはい、このブロンズのカッパー色かオーソドックスなピン、はい、白でブラックアウトっていうのがありますが、はい、じゃこれでブラックアウトいきましょうか、はいはい、かしこまりました。とフィッティングは終了になります、はい、はい、
長さは36インチです。今使っているのを3インチぐらい長くした方がいいですよ、はいはい、でストロークのタイプはストレート、開閉のない打ち方をしてます、はい、でシリーズはボルト 2.0 という削り出し、今と同じような中のもののこの中間ですね、ハーフマレット、パイパーってモデルになります。これが、はい、パイパーです、はい、これのもう仕上げはステルスで黒い仕上げにして、はい、360g ではなくて 375g で重くします、うん、で内角は先が上がってますから1度フラットにして69度レッドで、ロフト角は、1度寝かせた4度にします。でグリップはこのピストルのブラックアウトですね、はい、を刺しますよっていうのがフィッティングの結果になります。はい、じゃあこちらで以上になります、はい、ありがとうございました。お疲れ様でございました、はい、どうでしたか。いやもうすごいこんな細かくやるのって初めてなんで、すごいあの出来上がりが楽しみですね、はい、しかも3インチ、はい、3インチ一番びっくりしましたね、はい、そうですね、まさかそこまで長くなると私も思ってなかったので、はい、うんうん、でさらに選ぶのが本当内角とか、うんうん、でグリップもかなりあって、本当に自分にしか合わないというか世界に一本のパターンになったんではないかと思います、うん、ぜひあのプロとしてたくさん使っていただいて、はい、ありがとうございます。パッとするか減ればいいなと思いますので、はい、ありがとうございました。 YouTube のこれ小さくなった小さくなった、もうちょっとじゃない。 YouTube のチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。